三立南区側から望む三立北区と昭風台、茨城台は、京都府亀岡市東別院町長鎌倉三立に位置する、郊外型ニュータウンである。隣接する、仮松区住宅地から見上げる、茨城台は正式な地名ではなく、分譲当初に使用された愛称であるが、現地でも、同票や閉店した商店などにわずかに、茨城台の表示が残されている。 ウェブ上でも、茨城大、または、茨城大ニュータウンと呼ばれることが多い。しかし、正式な所在地は、大阪府茨城市ではなく、隣接する京都府亀岡市の三立地区である。三立区と称することも多い。分譲当初の経緯から、道路や、水道の管理は、三立北区、三立南区、小風台の3区に分かれているが、自治会は、 三立北区と三立南区の両区に分かれており、商風台は三立南区の自治会に所属している。西日本旅客鉄道 JR 京都線茨城駅、阪急電鉄京都線茨城市駅から、阪急バス81系統で約50分、宣言停留所下車、北東へ約1.5キロ。尾根の上近くの大阪府茨城市との境界に接するように造成されている。 急な斜面の上に住宅地が広がっており、見立て帰宅と小風台の道路は傾斜のあるところが多い。特に小風台は当初は別荘地として造成された経緯もあり、極めて傾斜が急である。見立て南区側の道路は、東高線上に作られている部分が多く、あまり傾斜を感じさせない。茨城市に隣接しているため、分譲当初は茨城台を愛称としていたが、 茨城市側は主街化調整区域で開発は不可能であるため、茨城市側に開発区域は一切かかっていない。ただし、勤労者の内大阪方面への通勤者は多くが茨城市側を通って通勤しており、買い物も茨城市側に出る人が多く、生活面では茨城市とのつながりが強い。2007年3月には大阪高速鉄道サイト線が サイトのサイト西駅まで開通し、大阪市内方面への自動車通勤者にとっては、茨城市中心部に向かうよりも、短時間で渋滞もなく、駅に到達でき、駅前駐車場の駐車料金も、比較的、安いため、通勤経路を変更した人も多い。なお、京都市内方面への通勤者は、目的地にもよるが、 JR 佐賀の線亀岡駅に向かう方が便利なことが多い。もともとは別荘地として、まず現在の商風台が1970年代後半に開発されたが、1980年代の土地バブルにより、比較的安価でマイホームが手に入り、自動車があれば大阪方面へも通勤可能なニュータウンとして、 現在の三立北区と三立南区の区域でも一般の住宅開発が始まった地域である。もし、茨城市北部山間部の地価が安い地域での住宅地開発が可能であれば、茨城市側での開発が行われていたであろうが、茨城市北部の山間部は市街化調整区域で、住宅地開発は不可能であったため、茨城市に接する亀岡市側の建築基準、 無指定地域における開発が行われることになり、不堺の稜線に近い住宅地が誕生することになった。無理に造成したようにも見え、一見奇妙にも見える、稜線上の住宅地は、大阪側への通勤者のニーズに応えるために、亀岡市の中でもできるだけ、茨城市に近く、地価も安く、かつ開発可能な場所に、住宅地を造成した結果と言える。 亀岡市東別院町には、他にも、北雪ローズタウンや、鎌倉台などの、茨城台と同様に、不堺の尾根に近い立地の新興住宅地がいくつか、あり、隣の亀岡市西別院町にも、北雪バードタウンや、同住宅に隣接する、小風台などがあるが、茨城台は2005年の国勢調査によると、193世帯529人が、 居住しており、最も人口規模が大きい。亀岡市東別院町にはこの他にも、城山台もあるが、こちらは谷底を走る京都府道46号茨城、亀岡線に面しており、かつ、大阪府側よりも、亀岡側の方が便利な位置であり、立地条件が前述の住宅地とは異なる。なお、茨城台が、茨城市ではないのと同様に、 北雪ローズタウンや北雪バードタウンも、北雪ではなく旧丹波国の区域に属する。ありがとうございます。